仕上がりました。カスタムしたのはこちらです。50年代のヴィンテージものになるんですけども、意外と良くないですか。本当に感謝感激しかないんですけども、首周りがめちゃめちゃあったかい。まあこれをねカスタムする人ってあんまいないと思うんですよね。ご視聴いただきありがとうございます。どうもごちゃん新生です。今回なんですけども、ようやく仕上がりました。はい、今回ご紹介するのは LDFS さんで、以前ね、動画を撮らせていただいたんですけども、その時に、お直しに出させていただきました。そのライダースが完成してきたのでご紹介したいと思います。で、ルイスとショットそれぞれヴィンテージのものなんですけども、それをですねお直しに出させていただきました。で、今回はまずショットをご紹介したいと思います。で、ショットに関しては、まあ、カスタムもしているので、まあ、そこら辺も楽しみに見ていただけたらと思います。カスタムしたのはこちらです。はい、ショット50年代のヴィンテージものになるんですけども、このね革ジャンカスタムしてもらいました。そして僕の、サイズにもしっかりと直していただいたので、ぜひともですね、最後にご視聴いただけたらと思います。それではよろしくお願いします。ということで今回はこちらの革ジャンの紹介になりますけども、いやーかっこいいっすね。やっぱヴィンテージの革ってね、ヴィンテージにしかない魅力がありますけども、その中でもやっぱ革ジャンの王様ショット、このね50年代を手に入れることができたら、もう他のヴィンテージジャケットいらないくはないな。うん、未だにもっと欲しいヴィンテージあったりするんですけども、いろいろと見ていきたいと思います。まずはですね、どこをカスタムしたのかちょっと見ていきたいと思います。はい、そしたら見ていこうと思いますけども、まあ一瞬でわかると思いますけども、これです、カスタムした場所。これね着てみるとまたねいいんですけど、はい、ファーをつけました。てかつけてもらいました。で、これねなんでつけたかというと、ちょっとねこの画像を見てください。これお直ししてもらう前というか、カスタムしてもらう前のものになるんですけども、いやーここねボロボロなのよなのでなんだろう、このボロボロをじゃあどうしようと、新しい布をつけるのか、それともこういうファーをつけてみるのはどうかなと、まあ、この襟のねファーってのは、まあ、ショット今でも売っているものになりますけども、デザイン的にはね、そういったものをヴィンテージにつけてもかっこいいんじゃないかなと思って、つけていただいたんですけど、意外と良くないですか。うん、かっこいい。これをね黒じゃなくて白にするのもありなんじゃないかなってのも、いろんなカラーあるじゃないですか、ファーも。だからすごい悩んだんですけども、まあ安牌に黒にしました。これのいいところ何かというと、まずはですねボロボロだった布、汚いあのね裏地をですねあまり肌に触れさせないようにできる。これはねまあ潔癖の方特に、いいところなんじゃないかなと思いますけども、あとは冬寒い時期にこれはね非常にありがたいです。何度か、もう着てみたんですけども、やっぱりこれがあるかないかで冬しのげるかしのげないかがかなり差が出ます。なのでこの襟は本当にね、素晴らしいし良かったなと思いました。そしてですけども、あとはちょっと襟の方寄ってみましょうか。もう LDFS さんに丸投げってわけでもないんですけど、ちょっとファーをつけてくださいって、黒のファーをつけてくださいっていうオーダーだけでお願いしたらこういう仕上がりになったんですけども、やっぱ綺麗ですね。ちゃんとこの内側の部分とかも、止められていて、まあ、しっかりと固定されています。本当に作りもしっかりしていて、このサイズ感、ヴィンテージのショットの襟のサイズ感にちゃんと合わせてくれてます。これもねまたありがたいところで、本当に感謝感激しかないんですけども、裏のディティールかっこよくないですか。こういうところが見えてるのも、このスナップボタンが効いてるなと思います。まあ、これを外して襟を取るとね、ボロボロの裏地が見えるわけですけども、まあ、それを隠せるってのはすごくありがたいですね。ここのねちょっとなんだろう、アクセントが僕は好きです。普通に歩いていた時にやっぱここちょっとね後ろ姿目いきますよね、かっこいい。そしてファーがあることによってより高級感も出ている印象があるし、ファー自体もすごく肌触りが良くて滑らか温かい、これたまんないですね。まあ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 、いろいろありますが、ちょっと着てみましょうか。これねめっちゃいいよ。見ました、どうでしょう。かっこいいっすね。渋
この黒のファーが何だろう、悪目立ちしてないというか、真っ赤にしようかとか真っ白にしようかとか悩んだんですけど、これで正解かも。すごくね、何だろう、肌に触れる部分じゃないですか。やっぱりこういうところはできれば綺麗な方が僕好きなんですよ。だから非常にいいです。あったかい。今中 T シャツですけど、首周りがめちゃめちゃあったかい。はい、で、ところどころいろんなね、ほつれている部分、まあ、このアームの部分も、糸がほつれていたりとか、ちょっと、汚い感じになってたんで、そこも直してもらったりとか、結構いろいろと、お直しはしてもらいました。ただね、フロントジップに関してはちょっとね、壊れちゃってて、まあ、お直ししようがなかったんで、ここだけは、まあ、止まらないんですよ。まあ、ここはね、しゃあない。この革ジャンが悪い、ですけども、この感じだったら全然前開けててもかっこいいっすね。ショットってね、意外と着てる方とか、まあ、80年代90年代のショットを持ってる方、着てる方、たまに見るんですけども、まあ、こういうねファーをつけてる、まあ、ショットでも売ってますけども、アメジャンにこの襟ファーをつける、ここでかなり、高級感と差別化ができているような気がするので、これは非常にいいですね。一個上の革ジャンな雰囲気が出るというか、それこそ今日みたいに、まあ、スラックスとかこういう、まあ、割と大人っぽいアイテム、デニムとかじゃなくて、クラシックに合わせてみるのもすごくかっこいいんじゃないかな。それこそオールブラックのコーデとかにも合いますね。かっこいいなあ。で、あったけえし、もう肌触りがいいのよ。もうずっとこうしてたい、ずっとこうしてたい。はい、ってな感じなんですけど もう仕上がりバッチリです。そして後ろのね、スナップボタン、これ効いてますね。やっぱ地味に効いてる、かっこいいっす。いやー、これね、カスタムしてよかった。なかなかこの50年代のショットって結構探してる方多いと思うので、まあ、これをねカスタムする人ってあんまいないと思うんですよね。なんですけども、まあ、ヴィンテージをカスタムするっていうのもまた、一つ面白いというか、よりね愛用できるポイントだと思うので、ぜひともですね、皆さん真似してみていただけたらと思います。このファーしてよかった。はい、ということで見ていただきましたが、いかがでしょうか。いやー、ショットってね、やっぱワイルドな印象がありますけども、ファーを与えることによってよりちょっとね大人になったというか、なんかなんだろうな、大人だけどちょっとやんちゃなところもあったりとか、まあ、より雰囲気が出る。そしてヴィンテージの革ジャンとも意外と相性がいいなと思いました。すごくねやってよかったなと思いますし、やっぱ仕上げが綺麗だし、もうさすがです。はい、ありがとうございます。本当に LDFS さんは革のいろいろと、まあ、プロですよ。もはや革ジャン制作歴もう長いですし、本当になんだろうな、あれやりたいんですよ、これやりたいんですよって相談すると親身になってお話ししてくださるし、やっぱりね革ジャンってすごく技術がいるので、こういうカスタムであったりとか、まあ、他にもねいろんなことやってくれると思います。ぜひともですね、ちょっと革ジャンカスタムしたいんだよな、こういうアクセント加えたいんだよなとか、まあ、そういう方がいらっしゃったら、ぜひとも LDFS さんに、行ってみるのはいいんじゃないでしょうか。というところで今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。こちらの動画が少しでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひともチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。